コンテナはどうすんだ。どこに運べばいいんだっつーの。あ、書類がない。倉庫に置いておけ。なんだよそりゃ、うちは物置じゃねえぞ。まったく、どこの荷物だよ。マロースカリウン。ロシアからの長旅ってわけか。とりあえず持ち主がわからねえなら俺のもんだよな。さて、中はコンテナいっぱいの花と棺桶が一つだ。何考えて。なんだおい、花が燃えて。助け燃える。なんだこれ、俺内側から燃えてるよ。港に着いたようだ。人生は分からぬものだ。俺のような男が棺一つで海を渡ることになるとは。いや、これが初めてではなかった。棺に入れられ北海に追放された。今ではもう俺ではない他人の記憶だ。さて、正気でいられるのも残りわずか。最後の機会だ。俺が俺で亡くなる前に神祖の姫の心臓を手に入れる。その後で貴様の足跡に追いつくぞ、蛇目。これは意外な顔にあった。13年前のフランス事変以来だ。だがまあ、再会を祝いたいが疑問が先に。北海の狩人がこんな都会に何をかも。先に貴様に当たるとは、俺の運を捨てたものではないらしい。貴様が手に入れようとするもの、その全てを焼き尽くすために来た。真相の姫は俺のものだ。極点の原理を手にし、俺はこの上を克服する。そしてそれが貴様への報復にもつながろう。なるほど、人の恋路を邪魔しに来たわ。その結果、代行者たちの目は君に釘付けている。この世、私は難なく転生を完了した。いやー、一度ならず二度までも私の役に立ってくれるとは、まさに親友と呼ぶにふさわしい。人になってからの友人は君で二人目だと思う。三度目だ、蛇目。貴様にかどわかされ漂流したこの200年、当主の騎士であるうちに、その心臓を打ち砕く。ドアを始末したのはあなた。どこの人だか知らないけど、余計なことをしてくれたわね。
う理性を失ってたか。その原理を継いだようだけど、呪いに耐えられずに自滅するなんてひどい親もあったものね。自分のこの器も測れないんだから。いいわ、倒す前に名前ぐらいは聞いてあげる。あなた、名前は？アルハンゲリ。そう、アルハンゲリだ。北海で死を待つだけだったのに、ご当主はそう名付けた。感謝するぞ、神祖の姫。貴様の言葉は俺の正気を呼び起こした。構えるがいい、白い女。我が主を侮辱した貴様を俺は決して許さない。この女を喰らったところで俺の何が変わるでもない。過去は変わらない。手にするべき明日も思いつかない。そのような亡霊がなぜ生きながらえる必要がある。交流は終わりだ。200年、この命になってから。一度も魂をかけるほどの敵に会わなかったのは心残りだが、それも犬にすらなれなかった男には相応の末路だろうよ。